ブラザーシップ。それじゃあみんな今回もねマリオ&ルイージ RPG ブラザーシップやっていくというわけで、今回大東大島行くために小ネタをまた見つけてこいってことで砂ばっか島行きます。そう、前回トラウマを植え付けられた砂ばっか島でございますよ。しかもここコネリーまだ6体もいいんだよな。まだ全然探し当てられてない。てかなんならまだギミックが足んないっぽいからな。まだ全コネリー回収は無理ということで、まあとりあえずは一回コネッタに会いに行きましょう。今回もあれかな、あれだっけ、ことZさん、なんだっけ、コネッタの師匠の話を聞かされるのかな。どうもよー。あ、マリオさん、ルイージさん、コスベレットルルルルル。え、またいなくなったって。ごめんなさい。で、ここでもなんか思い出あんの。ここにもよく来てたんです、先生と。先生、亡くなってる疑惑あるけど、またはあれなんかな。あれ、俺なんか勝手に俺の中で個人的に思ってんだけどさ、先生顔映んなかったじゃん。実はさ、ゾケットがことZ先生とかさ、いや、ことZ先生、合ってる？ことZ先生がゾケットなんじゃないか説みたいな勝手に思ってんだけどさ、どうなんだろう。でもさすがに違うか。女性だしな、こっち多分。はぁ、怖かった。これった、好奇心を持って行動することはとてもいいことです。ですが、冷静さは失わないこと、これは育てなんとしての大事なことですよ。しかもさ、なんか、俺がそう思った理由がさ、さっき、ちょっと話ごめんね、かと、あれ、かつはなんか割り込んじゃったけど、そう。あのね、そのゾケットとさ、コネッタ一回も会ってないじゃん。なんかコネッタがなんかゾケット見たら、なんか雰囲気似てるとかなんか言いそう感ない。で、こういう展開ってありそうじゃない。そういう展開ありそう感はあるんだけど、どうなんだろうね。いや、顔は見せないんだな。すみません、こんなドジな私でも。ことZ先生はいつも助けてくれるなって。もう顔見せるじゃん、なんだかんだで。そしたら普通に顔見せるじゃんね。なんか普通にあれだね、なんか、ギミルダさんにそっくりな顔してるけど、なんかコンセントの形が違うんだな。これとはもちろん大事ですが、私は絆を大事にして、ああ、やっぱ絆が結構、なんか意味あるんかね。ホネクタラランドに生まれて出会った人たち、すべて絆で繋がっています。一緒に過ごす時間はあまり関係ありません。出会った時は絆は生まれています。全ての人が絆を大事にしていればコネクタロランドは平和であり続けるはずです。私はそう信じています。はあ、いや、あんま分かってなさそう。いつかコネッタが私を助けてくれる時も来るでしょう。なんかその言い分だと本当になんかありそうじゃない。ゾケットことZ ゾケット説、ゾケットことZ、ほら、最後の部分もとだしね。それぐらいしか合ってねえけど、こじつけかもしんない。俺はね、すぐ人のことを疑うから。なんか考え方変わっちゃってさ、実はこの人が全てのことを起こしたみたいなことありそうじゃない。ほら、助けるとか言ってたぜ。普通そんなこと言う？ルイージ、興味ねえな。コネクタのランドがバラバラになったあの日、ことZ先生は、やっぱり、なんか怪しいのって仮面つけてんだぜ、ことあれ、ゾケットことZ。俺なんかね、その辺なんか関係性あると思ってます。本人じゃないにしても関係性はありそうじゃない。でもいなくなったってことはなんかありそう感もあるんだよね。おー、ルイージ、あーおい、スナジロに殺されるぞ。怖いねえから、ルイージこれで助け合いのあれから、これで絆生まれて新しい回聞けるとか。何やってんのお前は。ごめん兄さん、お二人も強い絆で結ばれているんですね。行きましょうか。じゃあいよいよ大東大島行きますか。まあ、今回はボス戦まで多分行けるかどうか微妙な感じが、あ、でもボス戦まで行けそうかな、時間的に。今回いきなりもう多分大東大島で多分座骨処理どうせほぼ割愛するんで、まあ、とりあえず一回船島帰りましょうや。さあ帰ってきましたが、何しに来たんだ。え、どうしたあ、どうした。あれ、ゾケットじゃん。噂をすればなんとやら。出て行きなさいよ。よう、噂をすればなんとやら。しかもマントで関心が見えねえからな。体がどんな感じなのかわからん。まあ待て、今お前たちと争う気はない。え、そうなの。ここがお前たちの拠点か。あ、一瞬体見えたな。ヒゲの兄弟、丸のみとクイージだったか。いや、ちげえよ。なんでそんな腹減ってるんだよ。全然違う、マリオとルイージだ。あ、この木はやばい、破壊されんじゃないのか。お、やめて、このツリーは。小ネタさん、危ないっすよ。いいから、どっか行きなさいよ。
あんたなんかね、いつか絶対にやっつけてやるんだから。1分52秒か。え、な、何の時間？え、何、俺の動画時間まだ今6分 5秒だけど。こうしている間にも計画が遅れてしまう。計画の邪魔をする連中の戦力や規模がどの程度か確かめに来たが、通りに足らん。相手をするまでもない。なんだとこの野郎。もうすぐこの世界孤独で埋め尽くされ。孤独？今のうちせいぜい仲良くつながっているんだ。なんかやだな表現。つながっているんならってなんだ。大東大島の光は灯らせてしまったが、大した問題ではない。他の大東大島では着々と計画が進んでいる。絶縁体を作り世界中に広める計画がな。絶縁体？どこかで。まああれでしょ、かけら邪魔で聞いたやつでしょ。あのビルにいた時に聞いた名前だな。いや、それから結構前聞いてた。絶縁体って何なのよ。あんた何しようとしてんのよ。さらった島のみんなにその絶縁体を作れたらするするするすげえ。どうした？悪いことすんのやめろよ。そうだ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 。3分を超えたらタイムオーバーだ。なんかでもなんか仮面つけて顔を隠してるからな。なんかどういうやつ、ノワール伯爵的みたいなポジションで全然まあ的外れてるのもありそうだな。お前たちが何をしても無駄だ。我々の計画は止まらない。ん？あ、コネタ見てる。やはりことZ説あるか。これ今のなんか意味深じゃない。わざわざコネタをチラって見る必要ある？いやでもな、声が違いすぎるんだよな、見た目と。まあ見た目は服装とか変えればどうとでもなるけど、仮面を取った顔がどんな感じかだよな。ちょっと待ちなさいよ。あれがゾケット？なんかこれ多分やっぱ気づいてる感ある。え、なんだ？もうすぐだ、必ずや。いやすごいな、あれがことZ先生だったらそれはそれで引くな。あたしさ、ベイビーが何来た？暗号は人じゃない、ステップがする。もうおい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 、もう今回もうやれと言わざるを得ねえじゃねえか。もう餌や釣る人を変えて試してみよう。魚じゃない、魚じゃないものが釣る、見えるのか。いつもと違うものが釣れる。じゃあやってみるか。まず釣りからやってみようか。え、どうも。今のは釣れるかもな、誰かの思いが。何言ってんだ、な、何言ってんだ、だ、誰かの思い釣れんの。じゃ、ちょっと釣ってみる。そこまで言うなら、ルイージ、誰かの思い釣り上げてみてよ。財宝餌だな、財宝餌で人の業を釣ってみてくれよ。何なんだ、何が釣れんの。人の思いがなんか釣れとか言ってたけど、な、金じゃねえか。よいしょ。で、何が釣れた？ん？何？あ、なんか釣れたぞ。でも何も見せてくんない。何？手紙の入ったボトル。いや急に動物の森、急な道盛りじゃん。どうした？誰の手紙これ？ああ、なんだそれ。メッセージボトルだ。え、宝の地図なんて嘘っぱちだったんだ。兄さんにまんまと騙された。え、これルイージ？しかも突然大地が割れて帰れなくなってしまった。こんな何もない小さな島で一人ぼっちのまま終わんのか。あの時兄さんの話を聞かなければよかった。いや兄さんと一緒に来ればよかったんだ。懐かしのフラッするのと砂ばっか、白い砂、黒い油、帰りたい。せめてこの手紙が兄さんに届いてくれれば。砂ばっかかよ。しかもどっかで島に漂流したやつがあの手紙かな。砂ばっか島に家族がいるみたいだな。おーや、世によって一緒に、なかなかにいい報酬だな。弟さんが待ってるぜ、兄さん。ダンディーだな。よいしょー。というみんな、一回ちょっと砂ばっか来たんだけど、今コネリーがめっちゃあったから、ちょっとコネリーをいっぱい取りに来たね。よいしょ。で、ルイージ、コネリー集め頼む。よいしょ。よいしょ。で、とりあえずまあこれはルイージにすべて任せたいところなんだが、俺もちょっとそっち行こうかな。ちょっとあれ欲しいわ。え、プラグは作るんだったぞ。はいはいはい。で、豆系ね。豆系めっちゃあるね。で、ちょっと ルイージ、コネリー集めて一緒に集めよう。一緒にコネリーを。オッケー。で、めっちゃコネリー集まってプラグは作るようになったと。ちなみにこれ、今どこにあれの子にあるんだ。てかサブミッションはあっちか。で、あそこ、あ、ショートカットあそこできるようになったんだね。オッケーオッケー。で、あそこの上はまだ行けないっぽいから、アクションは新しく覚えなきゃいけねえから、とりあえずあれだな。砂城のところだけは通りたくねえ。一回ちょっとまあ、あそこのところまで行きましょう。あれ？みんな、このサボテンこんな口開いてたっけ？このサボテン口なんかめっちゃ開いてんだけど。若干砂のあれか、高さが変わったのか。なんなんだろう、あれかな、コネクタルフラワーが、あれかな、あれか、東大島つなげたから、若干なんか変わったんかな。
で、ここ何すればいいんだっけ。これなんかブローチを投げ入れるみたいなやつあったよな。でもそのブローチ持ってないんすよね。やめろー、あぶねー、よく避けたな、よく避けれたな今の。あの魚どもとは関わりたくない。で、あ、やっぱここなんか変わってんね。で、スーパーナッツね、どうも。どうしたよ。うん、弟が宝探しに行ったっきり帰ってこないんですよね。アイジが割れてから連絡を取れなくて、どうしよう、あいつ怖がりなんですよ。今もきっと一人泣いてる違いねえ。食べて取れてんだ。え、弟が手紙を、あー、わかんねえ、あいつ無事なのか。よかった。おーや、弟は多分この宝地図に書いてある島にいますよ。どこだよ、これどこだよ。海図があるんですか、見せてもらえますか。マイナス、どこよ。多分この辺りじゃないかな。あ、新しい島だ。隠された島のヒント、行ってみっか。おーや、お願いします。まあ、とりあえずまだちょっと調べられてない領域とかもあるんで、ちょっと調べていきますか。ここ行けるようになってんで、ちょっと行ってみよう。あ、ここにて隠したからわかる、スーパーキャンディー。さて、みんな隠された島があるらへんのとこの海域まで来てみたんだが、どこに何があるんだこれ。新しい島見つけたら高速移動がオフになるって設定らしいから平気なの。あー、なんか新しい海流があるじゃん。ここら辺に新しい海流、あー、漂流島見つけたらしい。どれだ、あれか、何島、取るに足らん島ってひどいな。もう明らかに宝ねえだろあれ。まあ行ってあげるか、取るに足らん島行きましょう。なんで取るに足らん島ってめっちゃひでえな。取るに足らんって一番ひどいネーミング。砂ばっかとかまだわかるよ、砂しかねえからみたいな感じだけど。で、何、やっべえやっべえって、ついに俺っちやりとけちゃった、マジやべえって。見てるか、これ読んでるおめえだよ、マジやべえが俺っちやっちまったよ。フラワーを使って頂上行けちゃったんだよ、やっべえでやっべえ。もし俺っちみたいに春が飛べんなら頂上の宝物くれてやるよ。できないならへっ、その対応でヘボヘボ帰りな。謎の体操選手より、ほんと誰だよ、なんだ謎の体操選手、しかも矢印書いてあんな。あ、しかもあのフラワーで飛んでいき的な感じか、このステージ。そういう系のステージっぽいっすね。いや、なるほど。で、弟さんどこにいるの。弟さん頂上にいるのか。弟さん頂上にいるっぽいな。え、お前これ登ってったんか、あいつ。頑張ったな。はい、オッケー。で、からの、ポン。で、はい、と言って、ぽい、と言って、こい、よいしょい。で、さらに上上がってって、なんだこのエリア。すごいな。すげえ特徴的な島だな。なんだこの島、めっちゃ特殊じゃん。で、これでさらに飛んでいって、いや、めっちゃ高いとこまで来てんな、すごいな。と、本当にこれ取るに足らん島なのか。取るに足らんという割にはなんかすごいな、金とか用意してくれてるけど、なんだ取るに足らん島、取るに足らん島なんなんだ。待って待って、分からん。しかもあのコインの取り返し気になるんだよね。オッケー、ナイスルイージ、さすルイージと褒めてやりたいところだ。はいはい、でコイン取って、めっちゃ金あるな。あ、弟くんじゃん、いやー、うわー、危ねえ危ねえ、死にかけたぞ、びっくりしたよ。もう目薬させてる時に話しかけて泣いてたんじゃねえんかい、泣いてたんじゃねえんかい。あー、そういえばそんな手紙出したっけね。なんでのんきなんだ。いや、最初一人で心細かったんだけど、案外この暮らしも悪くねえんだよね。誰もいない僕だけの島、うるせえ、こんなに大声出してもおりゃーと飛んでも、はい、こんなに動き回っても何をしてもいいんだぜ、僕は自由だ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 。いや、やまびこすんな、何やってんのお前。え、兄さんが心配してる、んー、どうしようかな、言ってあげろよ。分かったよ、名残惜しいけど帰るか。最後までこの島を満喫したいからさ、帰るときにまた声かけてよ。オッケー、じゃあ行きますか。で、ちょっと待って、おい、なんだこのリフト、おっせえなくんの、スライスチーズが。オッケー、で登ってって、で、この後どうや、普通に止まるっけ、上に。これスピンはいらないよな、絶対スピンいるやつじゃね。ええ、はちょ、あー、来んのか、よかったよかったよかった。で、これで一回あっち側、こっち側に来んの、ま、こっち来んのよな、こっち来んだよな。オッケーオッケーオッケー、で乗りますし、いいぞ。すごい場所だな、トルニタラン島。まさしくトルニタランって感じのなんか扱いの島だが、めっちゃひどいネーミングセンスだが。ルイージ落ちるか、お、すげえ、ルイージちゃんと避ける、ちゃんとルイージ避けてくれるわ。これ頂上宝ってもしかしてこれか、
これ頂上なのか。これなんか頂上っぽいよね。ボン。あ、なんだ、キラーハンマーかよ。これ本当に取るに足らんのでは。本当に取るに足らんじまってそういうこと。取るに足らないお宝ってことこれ。ちょ待てよ、そんなしょべえのかよ。本当に取るに足らんな。これ頂上なのか。なあ、他に何もねえのか。なあ、何もなさそうだったぞ。もう帰んの。うん、帰るわ。なんかありそうだったらコメント教えてくれ。ああ楽しかったな。それじゃあ最後はお待ちかねあれだね。え、レッツバンジー。ルイージやるぞ。おほう。狂気。それで帰ってきました。兄さん久しぶりだね。え、嘘だろ。無事だったのか。やっふー。あ、泣いてる。いやーよかったよ、あの島。え、誰もいない島っていいもんだね。おげる新たな自分と出会いだよ。何があったんだよ兄さん。僕はもう昔の僕たちがんだ。臆病で怖げてたあの頃とはな。これからはポジティブにアグレッシブに生きていくんだ。え、何これ、別人じゃん。もうなんだか雰囲気がガラッと変わったみたいですが、ひとまず帰ってきてくれてよかったです。ありがとうございました。本当にいいってことよ。これはお礼ですよ。イエス。次は兄さんも一緒に宝探し行こうよ。もう宝探しはダメだ。ほんとどんな危険なことが起こるか分かんねえんだぞ。兄さん相変わらず心配性だな。昔はお前の方が心配性だったのに。まあ分かったよ。もう絶対に勝手に出て行ったりしないから安心してよ。なんで青文字にした。本当か、約束だからな。なんかまたありそうね。またなんかありそうね。まあ、とりあえず一回ちょっとなんか、てか土台なんか上がってたな今。高さ見た、土台の高さが遠目に見えたやつあんだけど、高さ上がってたな。行くしかねえかこの地獄に。じゃあ行ってまいります。ちょっと何もなかったら割愛してるかも。行きますよ。最悪。みんなそうだったわ。どっちみちあそこ高さあれだわ、足りねえ場所、登れねえ場所があったから、どっちみち無理だったんだわ。なのでちょっともう一つ悩みがある。今回通信島に来たんだけど。あ、どうしたお前エミットじゃん。ふぅ、あ、マリオさん、ルイさん、どうも。なあ、どうしたよ。あー、すみません、僕うまく踊れなくなってしまったんです。どうしてだろう、高いブーツに変えたばかりなのに。いわゆるスランプってやつですかね。ドクタースランプってやつだな。ブーツみたいですか。いいですよ。これ前に履いていたステップブーツの10倍もしたんですよ。値段が10倍なら踊りも10倍上手くなっていいはずなんだけど。いや、いい道具はな、いい道具揃えたからといって扱いきれなきゃ意味ねえのよ。うん、合わなかったんじゃね。エリートブーツだってもらえるブーツで、な、何す、工房から依頼が届いた。工房って、あの工房。ああ、じゃあ一回あれか、どっかで作ってもらえないだろうか。って絶対これ工房ってことはもうあれだろう、一回船島に戻るってことだろう。で、借りますよ。よう、いらっしゃい。とき依頼を聞きに来ましたよ。すげえ装備つけてない。そのやった中で手伝ってくれない。ステップブースって言うんだけど、ステップブースだな。キレッキレのダンスをとね、持ってこいのブースだ。こいつを作るに必要な素材は、ツイズアッパーだ、グラグラいは1個ずつだな。集めてくれた試作第1号あげるぜ。ステップブーツ。クリア報酬ステップブーツ。何か作りたいもんあんかい。ステップブーツだ。あ、これも作れるんだ。これも装備品としてもらえるんだ。すぐ作るから待っててくれ。いや、いたぜ。どういう効果がない。こいつ作り方マスターしてショップでも販売するぜ。ほんとにアングとな。ステップブーツで、ステップブーツ特殊効果はないけどスピードが上がる系のやつ。まあこれはまあ届け先の商品なんで、エリートブーツもらいに行きましょう。それでは、うーん、割愛。いやー、エミット届いてきたよ。こんな高いブーツにしたのにどうしてなんだ。ステップブーツ渡します。おーやー、なにそれ。それはステップブーツ前に履いていたのと同じ。こっちの方がいいんだよ、やっぱり。でもそれ普通のブーツですよ。おめえにはこれがいいんだよ。いいから履いて踊ってみなって。じゃあ、へい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 、やー、あー、踊れる。なんかしっくりくる、楽しい。こんなにエキサイティングなの久しぶり。そのエリートブーツじゃくれ。そうだ、マスターが言っていたんだ。改装、唐突な階層。ここはマスターの生まれ育った。そうだ、ずい。全てのステップはここからスタートしたんだ、ずい。今や宇宙一のステップマスターがこんな場所で。まだまだだ、ずい。癖強いんだよな。究極のステップをマスターするまでステップの旅は終わらない、ずい。みんなにチェーホヤされて、でっかいクラブのオーナーになって、プールで特殊ピザを食べながらプカプカ浮いている。そんなのはもうヘッキエッキエボリデーだ、ぜ。どういうことだよ。またここでやり直すんだ、ぜ。
ユウのステップもまだまだ上げていけるはずだぜ。はい。え、なに、え、どうした。急に踊り出すじゃん。わ、終わるの早っ。結果集まったばっかしたのに。おい、なんだあいつ、キレッキレだわ。いいぞーい。ヒュー、ディオードさん、やっぱりすごい。憧れる。ちょっと変だけど。にょー、ワックス、ワックスが切れた。あ、これで俺たちが出会った頃に知り合ったってことか。なんかね、いつまでも初心忘れないマスターの背中から学んだんです。いや、あれかなり前なんかな。毎回あんななんかな。僕にぴったりのブーツはこれだったんですね。気づかせてくれてありがとうございます。これからもずっと大切に使います。頑張ります。おー、イエーイ。じゃあブーツくれ。こちらの高いブーツはもう僕には必要ないです。よかったら使ってください。よっ、やったぜ。10倍のする値段のやつ。やだな、がめついな、マリオ。いくぜというエリートブーツ。じゃあラストの次のサブエピやって、今回ちょっとサブエピで普通に終わっちゃいそうだね。なんかめっちゃ時間かかってるで。ヒールブーツを超えるこ、強いぜって感じ。本当にこれはもうマリオだな。アタッカー4やマリオなんで。じゃあ次のサブエピやりましょう。どこを進めるしかない。嘘つけ。で、ここにいる人がサブ系らしいんだ。この人は誰。うん、ああいう言葉を言え。仲間じゃないようだ。気安く話しかけるんじゃない。はぁ、なんだこいつ。そう、合言葉、ママは嫌。え、僕に深い意味はないさ。はぁ、なによし、早速任務開始だ。ちょっと、おめえなんだよ。え、何のことかって。おいおい、しっかりしてくれよ。忘れたのか、俺たちスパイの特別任務。このビルの1階に番号で開く扉だったろ。実はあれ、正解もう一つあるって噂だぜ。なに、その番号はお互いに繋がってるんだと。ビルの中に情報を持ってる奴がいるはずだ。俺たちはそいつらからうまーく情報を聞き出すのさ。だからもちろん山分けら悪くねえ話だろ。何それ、ワンダップキノコとスーパーシロップってあんましっくりこなそうだけど。じゃあついてきな、ヒーナーエイボー。でででてつってててってこと。これは間違いなく杉下右京出てくるわ。はい、とか出てくるわ。これが相棒ですね。ヒゲの相棒間違いないね。で、どこに行ったんだあいつ。でもあいつどこに行ったんだ。そっちか、右左側に行ってるわ。で、どこにいんで聞き込みしてんの。お、来たな。さてっと、ヒゲの相棒、心のテーブルで情報収集だ。はい、いいか、こういうのは自然に振る舞うのがコツなんだ。怪しまれないように気をつけてくれよ。一番お目が怪しいよ。どのテーブルが聞くか、ヒゲの相棒に任せるぜ。じゃあ、俺まずこいつから聞くか。このテーブル話を聞きますか。すみません、相席させてください。いや、仕事の調子はどうだい。あー、まあぼちぼちかな。お二人はこれ働いていて長いのかい。ええー、もうかなり経つわね。じゃあそこにある番号で開く扉のことは知ってるかい。もちろんうちはセキュリティが固いのよ。実はあの仕掛けには秘密があってね。別の番号を入力すると、ちょっとそれは極秘情報よ。まあまあ、お兄さんたちは別にお宝目当てじゃないだろうし。わからないわよお兄さんたち、本当はスパイとか。まさかルイージルイージ、ほらな、スパイがこんなに堂々と認めるわけないだろう。ナイスルイージ。そうよね、ナイスルイージ、優秀。愉快なお兄さんたち、僕が持ってる情報を教えてあげよう。番号は全部で4つ。そのうち2つが、5より小さい数字。5より小さい数字。2つが5より小さい数字。ありがとう、楽しい時間だったぜ。お前、あいつだろう。違うだろうが。なるほど、まだ情報が必要そうだな。じゃあ次、ここのステーブルで相席させてもらいましょう。はい、どうも。これさ、全員座んの。いや、圧力すご。なんだか浮かない顔してるけど、悩み事かい。いやー、最近出費がかさんじゃってね、節約の毎日だよ。そりゃ大変だな。お宝でも見つかればいいのにな。そうなんだよね、うちのビルに隠されたお宝とかね。ほうほう、とこの先は極秘情報だ。どうしても知りたかったらな。もしや最初から俺たちの目的を知って。極秘だからな、タダで渡すわけにはいかないよ。次の相棒すまね、俺一声もねえんだ、この金出しが。ここは任せたぜ。さあ、お兄さん、お情報欲しいな、200コインだぜ。仕方ねえな。よし、取引サイズだ。番号は全部で4つ。3から始まり、右に行くほど数字が大きくなる。なるほど、じゃあ3、4を確定してんな。これ、情報は後で聞けんからまとめて。まだ情報が必要とだな。じゃあ、ここのテーブル行きましょうか。じゃあ、最後のお姉さん、また圧力かけますよ。
よっこい、小一。休憩時間はいつもここで？ああ、ここでゆっくりお茶を飲むのが僕のルーティンなんだ。そうなのか。お茶といえば最上級の茶葉がここにあると聞いてない。いいよ、マジで。なんでも1階の部屋である番号を入手すると手に入るとか。え、本当かい？噂のお宝がそんなにいいものだなんて。僕が知ってる情報は教えてあげてもいいけど、手に入ったら極上の一杯をプレゼントしてくれよ。え、でってて、え、お茶の話は多分嘘。もちろん100すぎる。ルイージ嘘つけない性格すぎんだ。スパイに向いてなさすぎるって。漫画は全部で4つ、4つすれば足すと23、23になるの。なるほど、ありがとう、素敵なティータイム。23になるのね。漫画のテーブルの情報にはコインが必要みたいだな。集まった情報をまとめると、漫画は全部で4つ、そのうち2つが5より小さい数字。うん、4つの数字を全て足すと423になる。3から始まりに三国に行くほど数字が大きくなるか。難問だな。まあとりあえずじゃあ解きに行ってみるか。合計23になるわけでしょ。まあ別にそこまで難しくないんじゃないだろうか。で、2つ5より小さいんでしょ。2つ5より小さいんだから、とりあえず最初は3でしょ。最初は3で確定してるわけよ。で、それが3で5より小さいって言ったら次は4になるわけでしょ。で、これで今8なるでしょ。で、15、ちょっと待ってね。7でしょ。7で15でしょ。つまりこれ8ですらいいんじゃないか。3488でいいんじゃねえのか。3488でいいんじゃねえ。16足す7であるでしょ。23になる、23なんじゃねえのこれ。うん、完璧じゃねえか。これでいいんじゃねえか。違う？マジで違うか。え、ちょっと待って。2つ5より小さいんだっけ？ 5 より大きいんだっけ？ちょっと待って。もう一回確認してくるわ。3479。3479か。これでいいのか。あ、3479か。なるほど、そっか。数字をでかくすればよかったんだわ。なんかね、そっか、でかい数字を入れればよかったのか。これお金走って持ってきた。さっきありがとうな。少ないけど、俺の全財産で受け取ってくれ。何？あ、200コイン返ってきた。おー、いよいよお宝とご対面か。何やってんのあんた。げ、母ちゃん。なあ、タンタはこんなとこで遊んで。いや、俺にはスパイの仕事が。はいはい、バカなこと言ってないで、ちゃんと仕事を探してちょうだいね。お兄さんたちの迷惑かけたんでしょ。うちの子がごめんなさいね。お詫びにこれ受け取ってちょうだい。なにこれ。ほら、行くよ。お宝いいの？元気でな、ヒノアイブ。いや、無駄に時間かかってしまった。しかもこれクリア報酬もらえ、別におもらえるのか。これ何？お宝2が。何？ゴールドメダル。金目のものだ。売りに行こうぜ。さあ、というわけでみんな、無駄に謎解きで時間かかっちまったが、もう正解は割とね、近いところまで行ってたのに、無駄に時間かかっちまったが。まあ、というわけで、じゃあ次回は大東大島行きましょうか。で、ちょっと小ネタだけ話聞いとく。なんかゾケットな関係あったし。ゾケット。どうして？胸のざわが収まらない。やはり関係性ありそうじゃねえか、この感じだと。どうも、あらやだ。ゾケット、一体何を企んでいるのでしょう。同じようなことしか言わない。急にやってきて、何なのかしら、あいつ。まあなんか敵情視察って言ったけど、なんかありそうだよね。まあというわけで、じゃあ今回はちょっと動画時間長くなっちゃったんで、今回はここまでしましょうか。で、次回はいよいよ大東大島攻略に行きたいと思います。いや、2回目の大東大だからな、だいぶやばそう。まあというわけで、じゃあ次回の大東大島編でお会いいたしましょう。バイバイ。